武ソ岩倉の教授コイセヨホとキスジガサンハイガは、俳句を算した簡略な絵のこと。一般には、俳句絵の算としたり、他人の句絵の算として描かれるが、先に絵がありこれを算するために句が付けられる場合や、絵と句が同時になるような場合もある。さらに譜宴して、句はなくとも、俳句も向きを表した。 草画全般をも指す言葉としても用いられる。廃画という故障は、渡辺火山の全学道徘徊画府に始まるとされており、それ以前の良さ不尊などは、徘徊物の草画と称していた。廃画の創始者には、諸説あるが、一般に、流歩筆急速化線図などの野々口流歩が知られている。しかしそのルーツは、中世の死が軸に求めることもでき、 例えば、渡辺火山が、肺画様式の祖とする、小華道少女は、マキラ谷の画風を受け継いで、肺をもむきのある絵をものし、流歩への影響も指摘されている。断輪廃会においては、伊原西閣も、画山12ヶ月など、肺画の連作を作っている。松尾芭蕉も、肺画を残しており、一朝、巨六との合作などもあるほか、芭蕉の門人も多くが肺画をよくした。 また、馬蕉の没後には、他の廃人らによる馬蕉検証の廃画が多数描かれている。近世後期には、文人画の体制者であり、写生的学をものしたヨサブ尊が、奥の細道図屏風や若竹図などを描き、廃画を芸術の様式として完成させた。文化文世紀には、渡辺火山のように画家としての経歴を持つ者が、廃画を描く一方、 小林一皿は素人らしい素朴な肺画を残している。近代には正岡式が素朴な草花の水彩画を区に廃し、その門人も肺画を良くしたが、以後肺画を手掛ける肺人は減少していった。場所を古池や川ず飛び込む水の音。ありがとうございます。